どうも、りょうまです。今回も動物の森の続きをやっていこうと思います。皆さん、たぬきちどろも、ただいま2022年、1月5日水曜日の午後2時33分なんだもん。ということでね、今年初の動物の森のね、動画ということでね、裏でちょくちょくやってたので、何回かね、たぬきちさんには会ってるんですけどね、一応ね、明けましておめでとうございます、たぬきちさん。ということでね、これからもね、よろしくお願いします。さて、本日のニュースは、なんとゼロだな、もう。そう、これね、まだ全然発展してないせいかね、毎回特にニュースがないんですよね。まあ、頼りがないのは良い頼りって言うし、今日もトワイライトはとっても平和ってことなんだもん。それでは。はい、ということでね、早速ね、やっていきましょうかね。あ、お手紙来てるわ。お、任天堂。匠ライフスタッフの写真って何これ？しかもなんか赤い段ボールに入ってんだけど、初めて見たな、こんなの。え、どういうこと？これ何入ってんの？ちょっと早速開けてみようか。すごい真っ赤っかな、段ボールだけど。開ける。匠ライフスタッフって誰？これどうなった？一回飾って見てみようか。何これ？これさ、置けばあれだよね。お写真見れるよね。あ、違う違う。葉っぱのままじゃないのよ。見たいのお写真よ。あ、これ、そっか、飾るか。え？待って、これさ、え、左下なんか見たことある気がするけど、真ん中と右の動物の方が全然わかんないんだけど、何これ？これなんかアップデートであれ？増えた動物のあれかな？ごめんなさい、全然わかんないや。ちょっとわかる人教えてください。この方たちが、一体何者なのか。ということでね、先ほどもね、言ったんですけどね、裏でちょくちょくやって、こういうね、DIY のね、レシピはね、すごい集めてたんですよ。ちょっとこれも開けて、早速登録しとこっか。バーベルだって。バーベルってあれだよね、筋トレするときに持ち上げるやつだよね。そう、結構ね、DIY のレシピ増えたんですよ。一応ちょくちょくね、やってたんで。ほら、こんな感じで。松明とかね、そう。こういうのもね、そう、ほら、見てください。なにこれ？素朴な木製看板だって。あれ、猫ちゃん映ってるよね。かわいいな。これ、いずれ飾りたいな。今、ゲットした。これ、鉄鉱石、10個もいるんだ。ってことでね、結構ニューがあると思うんですけどね。こんな感じで。DIY のね、レシピはね、かなり順調に、増えておりますね。で、裏で結構ちょくちょく、あれなんですよ。お魚さんとか、虫さんとかをね、捕まえて、多分ね、今持ってる、蜂とかを、たぬきちさんに渡せば、あれが来てくれるはずなんですよ。なんだっけ、風太郎だっけ？博物館のね、風太郎さんがこれで来てくれるようになると思って。で、これはね、さすがに動画で撮ろうと思って、ちょっとね、撮っといたんですよ、やらないで。りょうまさん、どうも。何か僕に相談だな、もう。そう、生き物見つけたよ。これさ、5種類さ、預ければ確かあれだよね。言ったよね。あ、さか、これ1匹ずつじゃないとダメなんだ。お、これは特徴からするとヤドカリかな？でもさ、これも、例の博物館長に調べてもらうために送らせてもらっていいだな、もう。あ、もちろん。オッケー。ありがとうだな、もう。じゃあ、このヤドカリは責任を持ってお預かりするだな、もう。これで多分今4種類いったんですよ。そういえば前に渡した商品サンプルのことで言い忘れたことがあるだな、もう。なんか、もらったっけ？うちで預かってる花は強い品種だから植えるだけで勝手に育つはずだけど、毎日水やりして丁寧に育てれば増殖したり交配させて珍しい色の花を咲かせることもできるだな、もう。なるほどね。お、なんかまた送ってくれる感じ？今、りょうまさんのスマホに、じょうろのレシピを送っただな、もう。やったー。本当は買ってもらった方が僕的にはありがたいんだけど。お顔。まあ、りょうまさんには生き物の採集でお世話になってるし、ギブアンドテイクってやつだな、もう。それじゃあ、調査用の生き物もまだまだ募集してるから、引き続きご協力よろしくだな、もう。これでね、あと一匹、預ければ、多分ね、いけると思うんですよね。どうしようかな。じゃあ、蜂さんをちょっと渡しようか。これで多分5種類なんですよ。おお、これは特徴からすると蜂かな？
ヒヨマさん、これもレナ博物館長に調べてもらうために送らせてもらっていいだろう。もちろんですよ。ありがとうだな、もう。じゃあ、この鉢は責任持ってお預かりするだな、もう。行ったでしょ、これで。ほっ、やっぱ来た。あ、ちょっと電話だから待って。これがあれかな、風太郎さんかな。はいはい、毎度。あ、風太郎じゃないわ、風太さんだわ。どうもどうも。え、新しい授業、おかげさまでぼちぼちだな、もう。今、トワイライっていう島で、住み込みの管理人みたいなことやってるんだけどね。でね、風太さんに見せてもらおうと思って、お客さんに手伝ってもらって、島の生き物を採集してるだな、もう。うんうん、うんうん。え、どれくらい集まったかって？ヒーフーミー、今のとこ5匹だな、もう。うんうんうん。え、そうなんだ、もう。うんうんうん。わかった、任せてだな、もう。あ、ごめん。今、実は接客中だから、また後でかけ直すだもん。じゃあねー。すごいね。接客中に普通に電話対応するっていう。お待たせだな、もう。今、ちょうど例の博物館長、あ、風太さんって言うんだけどね。島根生き物のことを話したら、案の定すごく興味を持ってただな、もう。それで、なんならこの島に直接調査に来てくれるって話になったんだ、もう。というわけで、りょうまさん。お、なんだこれ。あー、場所決めんのか。協力のついでと言ったらあれなんだけど、風太さん用のテントを設営する場所を見つけてきてほしいだな、もう。ちょっと広めのスペースが必要らしいけど、容量はりょうまさんのテントを張った時と同じだから。それじゃあよろしく。そっか、場所も決めなきゃいけないんだね。でね、これもね、ちょくちょくね、やってるんですけどね、毎回忘れちゃうんだよ、これ。あ、また忘れてる。せっかくいっぱいやればね、マイルもらえるのに。もったいないな。これね、なかなかね、シャベルを売ってくれないけど、これやっぱまだあれかね、手に入んないのかな。そう、毎日見てるけど、やっぱりね、シャベルだけね、売ってくんないんですよね。なんかいらないのないかな。ああ、なんも入ってない。ということで、博物館の、これ場所決めるとさ、あれだっけ、もう次の日には来てくれるんだっけ。これめちゃくちゃ迷うな。自分家がここでしょ？これさ、すぐにさ、預けに行ける感じの場所がいいよね。どうしよう。こっから近いところにしようかな。ちょっと奥めの方がいいかな、博物館は。こちら辺にしようかな。え、この辺りとかいいんじゃない？ここどうかしら？ここ、ここ。あ、ちょっと、これ多分なくなっちゃうから一回。木とかだけ取っといて、こっからずっとまっすぐ行ったとこがいいな。この辺りどうかしたら、この辺り。これを、ここに立てる。おお、いいんじゃない、いいんじゃない、ここにしよっか。一回想像してみよっか。ちょっとね、想像してね、チンチクリになったら嫌だもんね。あ、あ、いいいいいい、ここに決めちゃおうかな。うん、オッケーオッケー、これやっちゃおう。これだったらね、結構自宅からも、近いしね、あっという間にね、なんか、預けに行くときもね、楽ちんだしね。そう、まだね、昨日ね、川を渡るね、棒を持ってないから、そう、ここら辺でね、こうやってね、木の棒集めたり、あとこの桜ん棒をね、集めたりして、お、これ持ってないよ、多分。これなんだっけ、この白い蝶々みたいなやつ。ん？これは、モンシロチョウを捕まえた白くてチャーミング。やった、これは多分持ってないはず。そうだからね、早く奥もね、行けるようになってね、いろいろね、できるようになりたいんですよね。あ、ちょっとお話しして、お、あっ！捕まえようとしてる。あ、でもあれ絶対無理だよね。あ、逃げちゃった。ちょっとお話しよう。チーズ、気合足りてるだもんね。お、ちょっとお話しましょう。そや、生活に必要なちょっとしたものは、まみくちくんとかで売ってくれるってさ。移住した、したてなのに買い物できるなんてさすがパッケージプラン、手厚いサポートだよ。ちなみにうちはすっからかんなんで買い物は当分預けだけどね、だもんね。そのね、結構ね、自分ね、ベルだけはね、結構溜まってるんですよ。ほら、3万1000。結構ね、毎日ね、鉢取って売ったりとかね、こういう貝殻をね、集めたりしてね、ちょくちょくね、ベルを貯めてたんで、なかなかね、お金持ちにはね、なってきた感じなんですよ。でね、動物の森のね、最初あるあるでね。見てこれ、もうほら。もうね、すごいいっぱいになっちゃってるんですよ、この辺りが。そうでね、さっきも言ったけど、奥に行けないから、もうこれといってね、やることがもうないんですよね。こんな感じで。
まあね、後でまた裏でね、サクランボ取ったり、また木揺らしてね、あの、鉢山とか、あとたまにある葉っぱでアイテム落ちてくるじゃないですか。あれをね、集めようかと思うので、まあ今日はね、この博物館の場所を決めるところだけね、動画に収めたかったんでね、じゃあ今回はね、ここで終了にしようかな。多分ね、次回、動画で上がった時にはね、ここにね、博物館がドーンとね、立ってると思うんで、そこに入ってね、風太さんとね、お話ししようかなと思っております。ということで、じゃあ、今回はね、ここで終了にしようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。